金子でございます。ということで本日の食材がこちら、よいしょ、大手長エビってことでね。それではこちらをさばいていく。はい、ありがとうございまして、本日の食材がこちら、大手長エビっていうことでね、今日は珍しいエビを買ってきましたよ。その名も大手長エビ、鬼手長エビとも言うんですかね。ネットで調べると鬼手長エビで出てきますね。これがね結構美味しいらしくて、いろんなところで養殖もされてるみたいですね。これなんか日本でも、まあ、一部養殖してるとこはあるみたいですね。そのぐらい美味しいエビらしいですね。でこのエビがですね、淡水のエビなんですよね。まあ、大体ねこういう風に売られてるエビっていうのはタイガーエビとかクルマエビとかそういったものが多いと思います。そういうのがね海水のエビなんですけど、これも淡水エビ、僕も楽しみです。そしたら今日はこちらの大手長エビを使って、大手長エビのエビチリ、まず一品目エビチリ作ろう。エビチリとあと天ぷらもいきますか。であと塩茹で、こちらの3品でやっていきたいと思います。もう本当に僕が今食べたいなと思ったものをパッパッパッと言いました。まず揚げていきましょうか。こんな風な、え、でかっ、何これ、え、ちょっと待てよ、やば、何これ、すげえ。はい、こんな感じ。なんか手が青い、頭が僕の指3つ分ぐらいですよ。めちゃくちゃでかい。なんかこれ味噌がすごくたっぷり詰まってるタイプだな。これ味噌がうまそうだな。ちょっと楽しみですね。じゃあまずはこれ溶かしていきましょうか。エビやカニを溶かすときは流水解凍でいきましょう。こんな感じで。お、なんかこっちの方はちょっとオレンジっぽいですね。なんか色の個体差がありますね。どういうことなんでしょう、オスとメスとかそういうことなんですかね。シンプルに鮮度的な問題なんですかね。でも買った日は一緒なんでね、多分鮮度的なことはないと思うんですけど、まあ、とりあえず10分ほどこれ様子見ましょう。はい、では10分ほど経過しまして溶けました。うわ、溶けてみると改めてでかいな。でほんでこのエビね、めちゃくちゃかっこいいわ。でもやっぱね、日本の手長エビもそうなんですけど、頭が大きいね。そしたらエビチリと天ぷらは頭を落として剥いてしまいます。で塩ゆでは頭ついたまま茹でます。ほんでどうなんだろう、この長い手は食べれるんかな。なんかね、身が入ってそうな感じなんですよね。すごいブルーで無数にトゲトゲがついてます。で全部このハサミの下、ここはね切られて出荷されてますね。このワタリガニとかでもそうなんですけど、こう生きてる状態で挟まれると危ないんで、こうパチッと下の爪か上の爪を切って出荷されることが多いんですよ、このカニとかって。でこいつも切られてるってことは、意外と挟む力は強いのかもしれませんね。そしたら塩茹で用の背わたを抜いていきましょうか。背わた入ってるのかな。あ、ちなみにこれ養殖です、天然物じゃないです。養殖なんで餌抜いてくれてあるのかな。あ、背わたはね入ってないぞ、入ってない、この個体だけなのかな。こいつは養殖って出荷段階で餌を抜いて背わたに泥が入らないようにしてるとこもあるんですよね。これね入ってないぞ。こいつは、こいつでかいなあ。あ、ほら入ってないわ、背わたありません。そしたらまず塩茹でを作っていきましょう。まずはお鍋にお塩、今日はお酒も少し入れます。で沸騰させます。はい、沸騰しましたらそこに手長エビちゃんを入れます。よっと。そしたらどうなる、茹で時間8分ぐらいかな。頭がめっちゃでかいんで味噌しっかり火通したいので8分ぐらい茹でます。うん、あ、匂いはね海のエビと違う、ちょっと匂いは薄いですよ。茹で上がり加減はこんな感じ、なんていうかオレンジって感じですよね。で爪の色もオレンジになりましたね。よし、これをザルに上げていきます。はい、これで鬼手長エビの塩茹での完成。ではお次はむき身にしていきましょうか。まずは頭を外して、よっと、おお、結構しっかりついてます。なかなか取りにくい。でちょっと頭の中見てみたいですね、どのぐらい味噌入ってるのか。うわ、そんなに入ってねえんだ、こんなもんでした。意外と味噌は期待できないかも。で殻を剥いていきます。うわ、結構硬っ。なんかね、殻の構造的にはボタンエビですね、ボタンエビに近い。ただボタンエビよりはるかに剥きにくい。うわ、そして身がめちゃくちゃ綺麗だな。あ、でも柔らかいのもいるな。なんかもう個体差が結構ありますね。でやっぱりね、背わたは入ってない。そもそも背わたの腸がすごく細いです、このエビ。扱いやすいですね。ほんで意外と身がでかい、
頭に対して身がちっちゃいと言ったんですけど、意外とむき身にしてみると身がでかいですね。で、殻が結構薄くて身がパンパンに詰まってました。さすがこれ養殖されるだけのことありますね。ほんでこいつなんか味噌すげえ多くね。あ、なんか味噌多いわ。こいつやばい。なんかフォアグラみたいな味噌詰まってるけど、なにこれ。なんかカワハギの肝みて味噌が、これうまいと思う。なんか調理法によっては、まだ味噌も食べてないんで何とも言えないですけど、これ味噌美味しかったら僕このエビ結構今後動画で使うかも。すげえ味噌が入ってた。しかもなんかね、ちょっと味噌の質感が違いました、他のエビと。やっぱ皮のエビだからかな、なんかねっとりしてたんですよね。あれちょっとめちゃくちゃ味が楽しみだな。ということで、どん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 剥いていきまーす。はい、では剥き身ができました。あ、ちょっと背わた入ってましたね。背わたがたまーにいるやつもいますね。まあでも、いるけど背わたの中に泥はそんなに入ってない感じですね。そしたら一度片栗粉で揉んで汚れを落とします。ボウルに入れて、片栗をちょこっと入れて、で混ぜていきまーす。本当は素手でゴシゴシやった方がいいんですけど、ちょっと僕片栗粉の感触が苦手ですので、ちょっと今回スプーンで混ぜます。こんだけね湿り気が出てきたら、あ、これがやったらいけますね。なんだろうね、あのキュッキュッって感じがね、ほんとダメなんですよね。このぐらいだったら大丈夫。これはね、キュッキュじゃなくてねちゃねちゃって感触なんで大丈夫です。これだったら。でもちょっと尻尾が痛えな。尻尾は取った方が良かったかも。はい、こんな感じでエビの汚れが片栗粉につきましたら洗います。まあでもこのエビなんかそんな汚れ出なかったな。そしたら天ぷら用3本は尻尾ついたまま残しておきます。すげえうまそうなんですよね。生でもつるっと食べたいぐらいなんですけど、一応淡水のエビなんでちょっと怖いです。さすがに養殖とはいえどもね。なので生食はやめておきます。そしたらエビ天なので少し筋を切って斜めにこういう風に切ります。でちょっと伸ばします。こうすることによってまっすぐなエビ天を作ることができます。まあくるっとしたねエビ天も可愛らしくていいんですけどね。今日はオーソドックスなやり方で作っていきますね。あんまり深く入れちゃうとちぎれちゃいますんでね、半分ぐらいまで入れてこうやって伸ばしてあげる。こんな感じですね。はい、こんな感じ。そしたら天ぷらは一番最後に作りますんで、ちょっと冷蔵庫を入れておきます。そしたらエビチリを作っていきましょう。エビチリはもう尻尾邪魔なんで取っちゃいますね。ピッと完全なエビのむき身にしておきますね。さあ、この淡水のエビはエビチリに合うのでしょうか。こんな大きいエビでエビチリですからね、贅沢ですよ。何これ、ちょっと待って、なんか入っとんな。なんか嫌なもん見えた。これ何、黒い丸みたいなもんが入ってるな。すげえ硬い小豆みたいなのが。何これ、怖いな。寄生虫、まあ多分取ってしまえば大丈夫だと思います。うん、匂いも臭くないし、これだけ取っちゃいます。そしたら水気をしっかりと取ります。そしたらボウルに入れて片栗粉をちょっとまぶします。エビチリって僕好きなんですけどね、片栗粉使う工程が本当に多い。ここは手で混ぜなしゃあねえな。いきます。あ、くすぐられてる感じっすよね。あ、このぐらいになればもう大丈夫ですね。よし、もうちょっと薄くつけました。そしたらボウルにまずニンニクですね。ニンニクをスリスリと。はい、ニンニクを入れましたと。はい、そしたら次は生姜ですね。生姜はニンニクよりちょっと多めですね。多めに吸っていきます。ね、はい、ニンニク生姜すれました。で、ここにトマトケチャップ、このぐらい。そしたらエビチリにはこれが入らないと話になりませんね。豆板醤、豆板醤はケチャップよりちょっと少なめ、ま、こんなもんですかね。で、これを混ぜ混ぜします。はい、これで合わせ調味料の完成ですね。そしたら次は長ネギですね。長ネギをみじん切りにしていきます。長ネギの白いところですね。白いところをみじん切りに。
ネギも用意できました。そしたらエビを焼いていきます。フライパンに油を注いでいきます。今日は太白ごま油を使っていきますね。で、油を熱して、で、油が熱したらそこにエビを入れていきます。で、エビを両面揚げ焼きにしていきます。はい、両面ある程度焼けましたらエビを取り出します。で、油新しいやつにします。油を新しく引きましたら、はい、そしたらここに先ほど作った合わせ調味料を入れていきます。はい、こうやってふつふつしてきましたら、そこにお水、よっと、このぐらい入れましたら、で、ここにお酒をちょこっと、で、ここに中華味ですね、中華味の素も少し入れます。で、ここに胡椒も少々で、混ぜ混ぜして、そしたらここに先ほどのエビを入れていきます。手長エビちゃんですね、入りました。そしたらしっかりと絡めて、エビに完璧に火を通していきます。で、そこにネギも入れます。お、ネギが入るとやっぱエビチリって感じになりましたね。はい、で、ここで一回火を止めて、水溶き片栗粉を少々、とろみをつけていきます。で、火をつけて、とろみをつけていくと。はい、いい感じにこう、とろみがついてきましたら、ここに少しお酢を入れます。で、ラー油もちょこっと入れます。はい、これでエビチリの完成。こちらを盛り付けていく。はい、これで鬼手長エビのエビチリの完成。そしたらお次は天ぷらを作っていきましょう。お鍋に油をたくさん。で、今日はエビちゃんと、あとこのタラの芽とフキノトウでいきますか。スーパーに出てきてましたんでね。まあ、このタラの芽は天然物じゃないんですけどね。ほんと天然物だとね、なおうまいんですけどね。まあ、なかなかまだ天然は出てきてませんね。よし、こういう感じで。この黒いところ、この木の部分ですね。ここは取っちゃいます。で、次こちら。フキノトウですね。僕、フキノトウもね、昔はね、食べれなかったな。でも、大人になってからこのね、うまさ気づきましたよね。このほろ苦さ、最高ですよ。で、ちょっと真ん中に切れ込み一本入れておきますか。その方が、なんか火が入りやすい気がする。ちょっと大きいんでね。よし、こうしておきましょう。いや、バッテンにしとくか。こういう感じにしとくか。こういきましょう。よし、こんな感じ。そしたら大根おろし作っていきましょう。今日は辛味大根でいきます。辛味大根はね、水分が少なくて、すごく薬味には使いやすいですよね。はい、そしたらポンと入れて、あとここにあったかい天つゆを注げば OK ですね。はい、そしたら野菜から揚げていきます。まずはタラの芽。野菜は気持ち薄衣で揚げていきたいですね。なので天ぷら粉をつけて入れたら、ちょっとふるい落とす感じ。うん、うまそう。うわ、タラの芽がめちゃくちゃいい。うまそすぎる。よし、もうタラの芽はいいかな。こんなもん。フキノトウはもう少し。よし、ここでエビも入れていきます。よっと。あ、わ、エビの尻尾の水抜き忘れた。ミスったな。少し衣を強化。よし、フキノトウ OK かな。はい、そしたら鬼手長もいい感じですね。はい、天ぷらがカラッと揚がりましたら、こちらを盛り付けていく。はい、じゃあ完成。
いただきます。よっしゃ、食べていこう。まずは天ぷら揚げたてからいきましょうか。あったかい天つゆを注いで、で大根おろしを溶かして、でまずは本命のこちら手長エビいきましょうか。すげえずんぐりむっくり、アニメとかで出てくるようなエビ天の形してますね。いただきます。うわー、めちゃくちゃうまい。ちょ、白米持ってきました。さすがにこれ白米だわ。もう一回食べたい。いただきます。このエビ味がめちゃくちゃいいです。すごく甘いいいエビですね。ただね、食感が柔らかいです。すごく柔らかいエビなんで、あのエビ天のプリプリ感はないです。甘エビとか、ほんとボタンエビとか、そっち系のエビに近い味質してますね。うまいんだけどね、めちゃくちゃ甘みがあって美味しいんだけど、もうちょっと天ぷらの場合は歯ごたえが欲しいかなと思いました。じゃあタラの目いきましょう。うん、まっ。山菜の王だわ。もうちょこっとほろ苦い感じね、もう大好き。お次、タラの目どうでしょう。天つゆたっぷりつけていただきます。うん、まっ。このフキノトウの真ん中にこうチーズとかを挟んで天ぷらにしてもめっちゃうまいですよ。意外とフキノトウとチーズって相性いいんですよ。次、こちらも温かいうちにいただきましょうか。エビチリ、今日はプロの方のレシピを参考にさせていただきました。でもエビチリもちょっと柔らかいんじゃないかな。ではいただきます。味はうまいけど食感がな、柔らかいな。ソースの味はバッチリ、美味しい。本格的な味がします。うまっ。なんだろうな、ちょっとねっとり系ですよね。エビとは思えないね。これね、エビチリには絶対に向いてないエビです。味はうめえだけに残念だな。次、茹で。まずは頭からいきますか。あの大量に入ってたあん肝みたいな、そんな味噌、湯がいたらどんな感じでしょうか。意外とね、流れ落ちちゃうかなと思ったんですけど、茹で汁に流れ落ちてる印象もなかったんで、多分まだたっぷり入ってると思います。うわ、すげえ色変わっとる。めっちゃうまそうな色しとる。いただきます。ちょっとすすります。ん、めっちゃクリーミー。なにこれ、うまい。このエビ味噌、最初食べた瞬間はちょっと油ぎっしゅで、ほんとクリームチーズみたいな、で飲み込んで口の中に残ってる余韻がね、ほのかにエビなんですよ。エビエビすぎない。なんだろうな、むずいな。こんないかつい見た目してますけど、すっごい繊細な味噌してる。でこれ身の方いきますか。不思議なことにね、茹ではそんなね、柔らかくなってないんですよ。なんでだ。あ、ちょっとごめんなさい、背わたがね少ねえって言ったけど、開けてみると意外とあるかも。なんか分かった、これ背わたがないんじゃなくて、すげえ取りにくいエビかも。じゃあいただきます。うめえ。このエビは塩茹でだ。めちゃくちゃうまい。ちょっと惜しいな。食べた瞬間うめえと思ったけど、余韻が少ねえな。車エビとかヨシエビとかは食べた後の、うわ、エビを食べたっていう口の中の余韻がすごいんですけど、こいつはね、余韻がない。淡水のエビだからかな。なんか、すっきりしてますね。ちょっと、マヨネーズいきますか。これはうまいでしょ。もう、うまいって。いいこと考えた。頭落とす。剥きます。ほんで、頭をパカッと割りまして。よっと。これね、頭開けにくいですね。これ大人の人にやってもらった方がいいかもしれません。あ、こいつはでも味噌少ねえけど、味噌あるんで、この味噌に身をディップ、こんな感じで、これで、この食べ方が一番うめえな、塩茹では。うまい。鬼手長エビの塩茹での食べ方はこれよ。はい、ということで今日はこちらの鬼手長エビの料理ときましたら、お飲み物こちらでやっていきたいと思います。せーの、でん、銀色のやつ。エビとビールは最高の組み合わせです。特に今日はね、全部ビールに合うお料理ばっかです。エビチリ、塩ゆで、天ぷら、最高ですね。ではこちら7対3ですね。いただきます。あー、うめえ。ほんと世界にはいろんなエビがいますね。それじっくり食べていくよ。ごちそうさまでした。ということで今日は珍しいエビ、鬼手長エビを使ってエビチリ、塩茹で、エビ天作って食べてみましたけども、いや、不思議なエビでしたね。初めて食べるタイプのエビでした。
あのエビはね、ちょっと水分が多いので、まあ、ボイルじゃなくて、もしかしたら焼きの方がいいかもしれませんね。それこそ七輪とかで焼いたら、めちゃくちゃうまいんじゃないかなと思いました。まあ、塩茹でに関しては美味しかったんですけど、やっぱり僕はね、ヨシエビとか、クルマエビをよく食べてますので、まあ、そっちと比べちゃうともう全然もうレベルが違うなっていう感じでしたね。またああいう珍しいエビがありましたらやっていきたいと思います。もう一つね、気になってるエビがいるんですよ。今ね、頑張って仕入れようとしてるんですけどね、またそちらも手に入りましたらやりたいなと思います。はい、というわけで今日はご視聴ありがとうございました。バイバイ。